知恵のドア解放軍、今日は自由について解放します。というかなんかしつけえなって言われそうですけど、今日はちょっと視点を変えてみようかなと思いますね。自由というと私の年代よりもうちょっと上の人たち、まあ私たちでも少し大人にかぶれてた人、そういう人は熱中してましたけど、尾崎豊ってアーティストいたじゃないですか。まあロックになるのかな、ポップスっていうのかな、ちょっとそういう既存のジャンルでは片付けられない人がいたんですよ。尾崎豊、大人に反抗する、大人たちから自由をもぎ取る、そういう大雑把にそういうコンセプトだったんですよね。それは若い人熱狂しますよね。大人たちに束縛されて、学校に束縛されて、それから自由をもぎ取るぜ、みんなで尾崎豊を聴こうみたいな。でもちょっとした皮肉があるんですよね。その時尾崎豊の CD レコード買ってもらった人、親からねだって買ってたんですよね。尾崎豊のコンサート見に行く、親にチケット代もらってた。自由だ自由だ、親に押さえつけられてる、学校に押さえつけられてると言いながら利用できちゃうところは親を利用してるんですよね。それ私は本当の自由じゃないと思うんですよね。本当の自由というのは権利も全て与えられてるけど義務も全て果たさないといけない、それが自由なんですよ。ある意味自由、無法地帯ですよ。なんか違うんじゃないの。それ自由という言葉の定義がもう違うからですよ。言葉なんか時代によって変わる、あんま細かいこと考えにいいんだよ、自由がいいんだよ、とにかく自由でいいんだよ、そういう人の話を聞くと、都合のいい独裁権、そういう部分は認めるけど自分に都合の悪いところは認めない、もうちょっと自由にしてほしい、そう言ってるんですよね。極端な話、福利厚生も欲しいけど税金は払いたくない、そんなようなことを言ってるんですよね。多くの自由を主張する人、子供がぐずってるのと同じような感じに聞こえてくるんですよ。アナーキスト、無政府主義の人いますよね。その人たちに面白い質問をしたことあるんですよ。無政府主義をガンガンに押してる、じゃあ車なんか勝手に運転していいんだよな、そう言ったらそれは危険だ、ちゃんと免許を取るべきだ、まあその時点で本当にアナーキストか、そう思いましたね。だからアナーキスト、自由、そういうことはありますけど、自分に都合のいい全体主義的な部分、その部分はまあ自然に目つぶっちゃってるんですよね。それでその全体主義的な便利な部分、その部分を無意識で利用しながら目に見える表面的な部分の自由を欲しいと言ってる、なんか勝手な気がしますよね。ということで自由語る前に、本当に自分が独裁的な力、その部分の恩恵を受けてないか、それを今一度考えてみてください。多分自由自由と言っときながら、心の隅では無意識に全体主義的なところを称賛してると思います。